こんにちは、カサライフの笠島です。今日も動画をご覧いただきありがとうございます。普段忙しいのに先生どうやって食事の支度なんかもしてるんですかとか質問されることがあるので、今日はちょっとお肉屋さんに行った後の様子をご覧いただきます。はい、お肉屋さんでまとめ買いですね。奥山牛切り落とし 500g 1628円、 100g 322円のお肉ですね。これは上ロース薄切りを 1kg 買ってきました。今日は特売日で 100g 188円でした。そして豚の上ひき肉、これは 100g 138円です。これを 500g。そして豚の細切れ、これは 100g 108円ですね。それを 300g 買ってきました。小分けにしたり、もうある程度調理したりして、冷凍するものは冷凍します。この豚のひき肉は、まあ、新鮮なのと、このまんま平らになるべくして、これはこのまま冷凍します。あとのはちょっと小分けにして、そして冷凍します。うちに生姜があったのですりおろしています。大きな生姜を買ってキッチンペーパーで包んで冷蔵庫に入れておくと相当持ちますね。なので生姜を買っています。もちろん生姜焼きチューブの生姜でもいいかもしれません。この生姜をすりおろすのがめんどくさい人はチューブの生姜でもいいかもしれませんが、ちょっと私はこの生姜をすりおろしました。結構山盛り。お酒と醤油ですね。だいたいお酒と醤油を半々ぐらい入れて準備します。そしてこのたくさんの1キロも買っちゃったからね、すごい量だけど、でも安かったのと、このロースが上ロースですごく美味しいので気にせずたくさん買いました。やっぱり 100g188 円の時ってあんまりないので。そしてこの上のロースを、きれいに並べて、これ1パック 500g ぐらいずつにしてくれているので、ちょっと広げて、こんな感じかな。これ何グラムぐらいだろうね。もう1つ半分よりも、これ100グラムぐらいじゃないかな。そして生姜を散らして、そしてスプーンで入れる。お酒と醤油をちらんと、大体これ私の家だと、私は一人分ですね。これ一人分、これをものすごく薄くして、ここにね
ゆっくり方がいいですね。こうやって平らに入れます。やっていきます。ラップにロースので、ものすごい忙しい時でもこの生姜焼き用の肉がもう準備されていればこのまんま焼くだけなので、ちょっとこう一人分にして生姜、これでね冷凍しとくと味が落ちないんですよね。こうやってね、まあ、食べるときちょっと足りなかったら醤油かけて食べてもいいと思うんだけど、このお酒と醤油で半々にしたやつをかけて、うっすらかけて、そして足りなかった足りなかった、こうやって本当に平らにして、冷凍します。これ2人分です。1人だったら1つでいいじゃない。これ冷凍します。どんどん冷凍庫に入れていく。生姜焼きばっかりってのもどうかなと思う、使いにくいかなとも思うけど、意外とでも生姜焼きが好きですね。やっぱりあの 100g ずつぐらいですね。こんな感じかな。違うね、100g よりちょっと多いかもしれないね。あ、生姜入れすぎか。入れすぎだ、これ。やりすぎた。そして、これをかけて。100g よりちょっと多いかもしれない。4つしかできなかった。125g ずつぐらい。これ1枚2人で食べたりする時もありますね。他におかずが多いと。だけどね、すごいがっつり食べたい時はこれ1人分でも多く焼けてもお昼に食べたりするんで、まあがっつりねお肉を食べましょう。豚肉、こうやってまあ丁寧にしておくと意外と安上がりですよね、食事が。まあいいね。はい、これで 500g 分を生姜焼き用にしました。そして醤油、これはもう生姜をつけちゃってるから生姜焼きにしかできないということもあるけど、でもね、多く買ってきちゃった場合は、一人暮らしの方とか、こうやって、一つ一つ冷凍しとくと、万が一、凍ってても凍ったままこれ、フライパンに薄いからね、これ乗っけて焼いちゃってもいいんじゃないかな。はい、これ冷凍します。
あとの 500g の上ロース、これは塩コショウしていきます。まあ、塩コショウだったらそのまま焼いてもいいし、炒め物なんかに使うのは、まあ、細切れを使おうと思ってるんですけど、そうは言ってもこんな感じかな。あまり重ならないようにして、塩と、そしてお醤を振って、そしてこれもこれで冷凍していきます。で、凍ったら立ててしまえるので、平らに冷凍することをおすすめしますね。丸っこくすると厄介です。お肉屋さんでね、何しろこの安いのがいいよねと思って、グラム188円で、それも国産の豚の上ロースで美味しいんですよ。だからやっぱりお肉屋さんが気に入っちゃって、もうスーパーで買わなくなっちゃいました。そしてこれで2週間分ぐらいのお肉になりますが、豚肉とか、あと今日買ってきたのはまあ10日分ぐらい。まあ、何しろお魚を買ってきて食べることもあるわけだから、だけどね、お肉がこう、今日はね本当は 500g だけ買おうと思ったんだけど、安かったからね、まあ、2週間ぐらいかけてこの上ロース食べていけばいいわけで、こうやって冷凍しておくと、朝がまたいいよね。もし太極拳に出かけるとき、今日の夜ご飯これでいいやと思ったら、これを出しておけば下に、ね、野菜室じゃない冷蔵庫の方に下ろしておけばいいので、まあ、これは本当に面倒だけど、こういうことをやっておくとすごい。で、家計もね、こうもうこれあるから、買い物行っても変な肉のとこ行かないしね。これちょっと多かったな、これ。まあいいや。裏返して、ちょっと多かったかもしれない。はい、で 500g の半分は生姜焼き用に、そして半分は炒めるように、まあ、何とでも変えられるから、こうやって塩コショウして、味がこうついてると安心なんですよね。調理するときに、まあ、塩豚とか作るぐらいだから、塩コショウもありですし、どんな料理にも使えるので、カレーでもいいし、というわけで。この豚こまは豚汁用に 100g ずつに分けて細かく刻んで冷凍し直します。冷凍します。なので豚こまを300買ってきましたが、これは 100g 108円のお肉だった。安いので豚汁に、お味噌汁に入れたり、まあ
炒め物に使うこともあるかもしれないけど、さっきのロースを炒め物に使う場合もあるかもしれない、その時によって野菜の様子とかね、焼きそばの肉にしてもいいかもしれないけど、いずれにしてもこの300の細切れは細く切っといて、そして 100g ぐらいずつにして、そして一つ一つ小分けにします。味噌汁にお肉入ってると美味しいよ。というわけで切りました。ちょっとさ、大きくない方が食べやすいっしょ。この細切れ108円だったから、これいっぱい買ってきてさっきみたいにしてもよかったかもしれないけど、ちょっと上ロース美味しいからね。それではこれをだいたい3つに分ける。こんな感じ。これが多いか、こうか、こんな感じ。これで100g ずつぐらいだと思う。なるべく平らにして、それでこれはもう味付けなしで、なるべく平らにぺっちゃんこにして、冷凍しちゃって、なるべく平らにして、大半多分これは豚汁用ですね。頭はしっかりしてるつもりだけど、なぜか冷凍になっちゃって見た目が分かんなくなっちゃうと、外から見てなんだか分かんなくなっちゃうから、私はこういうラベルは必ず貼るようにしています。これは細切れで包丁で切って豚汁用に使うお肉です。冷凍になっちゃうとこれ何だったか分かんなくなっちゃうので、細切れと切って、そして袋に入れて、これでね、大根だとか人参、油揚げ、キノコ類と味噌汁にすると美味しいですよね。これ冷凍しときます。冷凍するのして、何だったか分かんなくなっちゃうので、生姜焼きをっていう風に貼って、これでね、袋に入れて、何しろ平らに伸ばし、これで冷凍しておきます。固まるとね、立ててしまえるから塩コショウっていう風に貼ってあります。冷凍庫にこのように入れて、これ固まったら立ててしまいますね。これはひき肉そのままにしました。細切れ、この牛の切り落としも素晴らしいんですよ。これね、塩コショウしてさっと焼いたらもう本当に美味しいわけだからね。俺はちょっとたくさん買っちゃったので、塩コショウして、これも平らにして冷凍しようか。気が変わるんだよね。なんか作ろうと思って買ってきても、だけどこうなって塩コショウして、こうやって平らに冷凍してあれば、さっと使えるからね。すき焼きのタレみたいなの買ってないし、そういう複合調味料あまり使わないので、だしとお酒、醤油、砂糖入れて、すき焼きみたいに、牛丼のように煮ます。これでね、白滝あったらよかったんだけど、うちに白滝がなかったので、玉ねぎ、そしてうちにあった椎茸と、そして今日買ってきた牛肉のごま切れ。100g322 円ですね。だいたい、これは、3等分したから、
150g よりちょっと多いかもしれないけど、これで今日の夕食の牛丼風にします。ご飯で食べると美味しいと思います。出来上がりました。これとちょっとゴーヤの天ぷらとか作りました。ゴーヤの天ぷらとついでに、まあ、玉ねぎとエビとイカ、これ冷凍してあったの解凍してかき揚げも作りました。多めにこういうものは残っても次の日のお昼、なんかすごい私かき揚げが残ってても次の日のお昼美味しく食べれるんですよ。なので玉ねぎとエビとイカのかき揚げ作りました。オーデンは外に行きたいって言っています。トイレかな、まあ、ちょっと外に出してやろうと思います。今日も動画をご覧いただきありがとうございます。この動画がいいなと思ったらチャンネル登録とグッドボタン、コメントもお寄せください。僕の今日の夕食は何だろうな。この夕食時にはとてもいい顔して待っています。これはブロッコリーの葉っぱです。こんなものも大好きでよく食べてくれます。ではまた。